なんだこれは。煙が出てきた。腹が減った。今日は誕生日なので、相方が鉄板焼き屋を予約してくれた。上野のいい街並みだ。ここか、鉄板焼き。2階。素敵な絵が飾ってあるな。まずはコーラで乾杯だ。洒落た箸置きだ。早速うまそうなやつが出てきた。金粉も乗ってる。これはうまい。こちらの牛もいい味出してる。なんだこれは。煙が出てきたぞ。これは海の宝石箱やってやつでしょうか。チーズ。刺身とイクラ。これはハンバーガーか。うまそうだ。うまい。どんどん進む。こちらは伊勢海老だ。味噌をつけて、アワビも一緒に。最高の味だ。こちらのエビのグラタンかな。いいな。思い出しただけでも食べたくなる。こちらのお吸い物、中身は忘れてしまったが、いい味わいなスープだった。いよいよメインのステーキだ。わさびと塩をつけて。ニンニクチップものせて。うまい。飯と合う。もう一丁わさびとニンニクチップで。うまい。ガーリックライスだ。ガーリックライスとライスを両方頼んでみた。うまい。ガーリックライス最高だ。見よこのガーリックライスとライスが並んだ光景を。最高の味わいだ。ちょっと欲張りすぎたかな。こちらはこのお店の人が書いてくれたらしい。すごくうまい絵だった。これは嬉しい。早速ケーキも食べて。うまい。いかがだったでしょうか。いや本当にね、美味しかったね。なんでね、ああいうところで食べるのはね、
苦手な食べ物もね美味しく食べられちゃう。これはね不思議ですよ。確かにそれはあるよな。私もね誕生日をお祝いしてもらって、よかったですけど、それとですね私のねチャンネル登録者の方がね100人超えました。101人にねなりました。100人超えたじゃねえか。ありがとうございました。私はねおそらくね100人の方がね、ミスクイックでねチャンネル登録をねおっしゃっただけだとは思うんですけどね、このままねミスクリックでね1000人1万人なんてね言っちゃったら私もねちょっと舞い上がっちゃいますよ。ミスクリックで1000人いったらビビるな。まあミスクリックじゃなくね本当にね登録してくれてる人もいたらねコメントでもねいただけたら嬉しいです。この時にはコメントいらないから私の方にコメントをください。ではまたお会いいたしましょう。本当にありがとうございました。あざます。バイバイ。見てくれてありがとうね。